皆さんこんにちは。ファボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はサックスを吹くときに欠かせない腹筋を意識するコツについてお話ししたいと思います。よく楽器を吹くときにお腹に力を入れてと言われることが多いと思います。ただお腹に力を入れる、腹筋に力を入れる、それがうまくできない方が多いと思います。なので本日は腹筋をどのように意識したらいいかお話ししたいと思います。では楽器を持って説明していきたいと思います。まず皆さんはお腹に力を入れて、腹筋に力を入れてと言われた時にどのあたりを意識しますでしょうか。よく吹奏楽部なんかでも筋トレをやると思うんですけれど、筋トレする時っておへその下あたり、下っ腹と言われるあたりを力入れると思うんですけれど、私は楽器吹く時は下っ腹よりももうちょっと上の方を意識した方がやりやすいかなと思ってます。で、じゃあどうやって意識すればいいのかなんですけれど、前にはお腹には意識をまず集中させません。意識したいのは肩甲骨、背中の部分ですね。肩甲骨をなるべくグッと寄せてください。グーッと、まあストレッチとかでよくやると思うんですけれど、肩甲骨をありったけ寄せます。ありったけ寄せたまま楽器を構えたい。まあ楽器構えてからでもいいんですけど、楽器構えて肩甲骨をグッと寄せます。それをキープしたまま、まあちょっと吹きにくそうな感じするんですけど、キープしたまま楽器を吹きます。その時に肩甲骨をキープ、肩甲骨を寄せたのをキープしようとすると、必然的にこちら側、前にも力が入ると思うんですね。肩甲骨に引っ張られて、あばらの上の部分、まあ、肺のちょっと下の部分、溝落ちの部分が力入ると思います。肩甲骨を寄せたまま音を出そうとすると、その辺りに力が入ると思うんですね。で、私としてはそこに力を入れて楽器を吹いていただくのが一番いいお腹の力の使い方かなと思ってます。なので、まあ実際楽器吹く時に肩甲骨寄せたまま吹いたら吹きにくいので、まずは楽器を構えて肩甲骨を目いっぱい寄せて、それをキープします。この辺りもキープします。そうしたら肩甲骨をゆっくりリラックスできるところまで戻して、と吹いてあげればいいんじゃないでしょうか。なのでまとめると、もうこれだけです。肩甲骨を寄せる、それをキープしながらまっすぐ吹く、これを意識しながらぜひやってみてください。いかがでしたか？また次回の動画も見てくださいね。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンをお願いいたします。動画への質問、また取り上げてほしい課題などがございましたらコメント欄に書き込んでください。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はファボリムジーク音楽教室までお問い合わせお願いいたします。では最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。